を行ったり、このイベントはフードロス削減に取り組む NPO 法人沖縄オーシャンが開いたもので、 IT 企業の役員や子どもの就学支援を行う団体の代表など6人が登壇しました。この中では子どもの3人に1人が貧困状態に置かれている一方で、外食産業では年間 2.6 万トンのフードロスが発生している沖縄の現状が報告されました。フードロスになろうとしている食材が必要とされるところに情報が行っていない状態が、そこの接点をどう作るのかみたいなところもですね、実は社会課題だというふうに考えています。参加者からは食材の需要と供給を見える化することや、地域で使われていない公民館の調理施設を活用し子どもの居場所づくりにつなげるなど、 IT 技術を活用して課題解決に取り組む必要性などが議論されました。